実証実験はイベント開催時を想定し、イオンモールとこなめと中部空港などを結ぶ高速道路を走るルートで、中型バス車両を使い行われます。ルート上の橋では横風を受けるため、人工衛星を使ったナビゲーションシステムや道路上に埋設された磁気マーカーなどで車両の位置を特定し、安定した走りができるか検証します。高速道路に乗りました。時速50キロほどで走行していますが、横風の強いエリア、安定した走行で走っていきます。県によりますと、中型バスの高速道路での自動運転走行は全国で初めてだということです。実証実験は12日から14日まで行われ、一般客の試乗も可能だということです。